はい、こんにちは。友藤田です。この本ではですね、トライアドというコードを学んで伴奏やアドリブに役立てていきましょう。ここでです、例えば A、C シャープ、D、D マイナーというコード進行なんですけども、これに合わせてですね、A マイナーペンタトニックを弾くと C シャープの時にちょっと、音が外れた感じになってですね、 D と D マイナーのコードの部分でフレーズが同じなのでコード感があんまり出ないと。こんな感じで A マイナーでやると、Aマイナーペンタトニックいきますよ。で、これでですね、トライアドを弾くと、コード進行の特徴が表現しやすくなるんですね。こんな感じで。でですね、もう一つは今回アッパーストラクチャートライアルというのを紹介するんですけども、アッパーストラクチャーという考え方でするとですね、 Am7 の上でもね、例えば Am とか Bm、 そして CD とか G のね、トライアルがこんな風に弾けるんですね。例えばファンクでやると、ではどんなジャンルにでもですね、役立ってとても応用が効くのですね、ぜひこの本を、ぜひ読んでみてください。